のすごい緊張しました すごい緊張した。なんか初期の頃のショールーム初めてやる時みたいな感じの感覚でした。私今すごい緊張した なんかいつもだったらさ普通にピコンって押すんですけど、めっちゃ緊張した。始まりました、よろしくお願いします。今日から9月3日金曜日までの1週間のイベント期間なんですけど、ぜひぜひお付き合いいただければなと思います。ということで今日はすごく可愛い格好をしてみました 可愛い格好をしてみました。どうですか？じゃーん。どうですか？ ハートありがとうございます。可愛い？なんか普段あんまりなんて言うんだろう、レースとかフリフリ系はあんまり着ないんですよ。でもちょっとそのビスさんのファッション雑誌のねイベントということで、いろんな格好をしていろんな姿を見ていただければなと思って、ちょっと可愛くしてみました。かわちぃありがとうございます。みんな星ちゃんくださいね 星ちゃん大丈夫？みんな10個連続で投げれましたか？よろしくお願いします。レインボースターも早速ありがとうございます。連続でみんなありがとうね、投げてくださってありがとう。星集め同時進行でありがとうね。まずですね、この1回目の配信はこの5時から5時半まで、ここにタイムスケジュール毎日書いてピョってやるんですけど、とりあえず今日のスケジュールは17時から17時半、この枠30分で終わりにしたいと思ってて、で次が18時5分から18時半ということで25分なんですけど、この枠が3周枠なので、ぜひ皆さんこの30分で3周して投げてくださると嬉しいです。あとカウントもよかったら終わって時間があったらよろしくお願いします。レインボースターありがとう。こんにちは。ライバルのとこで星集めして、緊張してるんだけど、私なんか久しぶりに緊張してる、すごい緊張なんだけど、どうしよう。ああ昨日のステージより全然緊張してる そうレインボースターありがとうございます。ありがとうありがとうね。そうなんかステージはなんかあんまり緊張しないんですけど、すごい緊張してる今 本当に久しぶりに緊張してる、どうしようどうしよう、本当に緊張してる、今年で一番緊張してるかもしれない、やばい本当に緊張してる。なんかもう配信ボタン押すのにすごい手が震えた、今もちょっと震えてるかもしれない。そうステージ楽しかった、昨日ナットジャムさんのステージ、なんかねあれもらったんだね、マスクもらったんだけど、ここにないわ。オーマイガー。そう、なんか、アットジャムさんの記念マスクみたいなのいただいたんですよ。それ見せようと思ったんだけど、あっちに置いてきちゃった。レインボースターありがとうございます。ありがとね。ヤホヤホヤホーン。レインボースターありがとう。みんなありがとう。さやしかかたん、ありがとね。なんかテロップ、とりあえず1枠目なのでハッシュタグ書くさよビスの、ここに書いてあるんですけど、さよをビスの頂点へ、頂、緊張して打てない、頂点やばいやばい、頂点へオッケー。よマスク次の枠でぜひ見せ、そうだね次の枠で見せます。だるまちゃんありがとうございます。ありがとう。ああ嬉しい。有料ギフトは2.5倍、そうですね有料ギフトは2.5倍になったのでありがとうございます。嬉しい。
こんにちは。マジ投げ頑張るね。ありがとうね。嬉しい。あ、そう、これ作りました。なんかこの最初昨日話してた時はこのピンクの髪だけで貼ろうかなって思ったんだけど、なんかちょっと可愛くしようって思って買ってきた額縁、うん、でシール貼っていっぱい、うさやのねハートもこれシールなんだ。これラメ入ってんのって感じ。だるまありがとうございます。タコちゃんありがとう。タコーヤありがとう。ありがとうね、みんな。星ちゃんありがとうございます。レインボースターありがとう。額縁いいね。ね、いいよねこれ、かわいい。かわちいでしょ。しちゃんありがとうございます。レインボースターありがとう。みんな頑張ろう頑張ろう。私実はこの今日のね今回のイベントが初参加なんですよ。ショールームイベントに初参加で、多分みんなもね初めてっていう方もいらっしゃるかと思うんですよ中には。そうそうそう。でもありがとうございます、こうやってたくさん応援していただいて。ハートありがとう、たくさんありがとうございます。ありがとね。ピンクにして正解だね。そうだよね、なんかピンク可愛いよね。ピンクがあることによってちょっと可愛さアップみたいな可愛さアップ。今日はめっちゃ可愛い格好した。初日ちょっと気合い入れてめっちゃ可愛い格好した。ドキ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 。ご視聴ありがとうございます。服装紹介しようかな。緊張しててうまく話せない。だるまありがとうございます。ハートありがとう。レインボースターありがとうね。気合がすごい。本当伝わるかな。まあでもこの枠は30分あるからちょっと気持ちを落ち着かせる。なんか企画も昨日考えようと思ったんだけど多分それどころじゃないと思って初日そう、なんか私多分初日多分そういろいろカラオケ配信とかやってても多分歌えないなって思って、そうちょっと今日は落ち着いてやろうと思います。タコちゃんありがとうね。ハートありがとうございます。ハートありがとう。星ちゃんありがとうございます。意気込みはでもこの枠でちょっと気持ちが落ち着いて話せそうだったら、え、何これ、ランクアップ、ランクアップ、すごいすごい、すごい、みんなありがとうございます。すごい、あ、こうやって出るんだ、すごい。今2位だって。ありがとうございます、ありがとう。1位まであと115,555 ポイント。やばいやばいやばい、緊張してる、緊張やばいえ、めっちゃ緊張してるんだけど、どうしよう、本当にやばすぎる、本当にやばい、本当に今多分心臓めっちゃ速い、やばい、緊張する。リアルタイムで更新されるか、うわーうわー、緊張しすぎて服装の紹介もできないんだけど、どうしよう、やばすぎる。いや、イベントってこんな感じなんだよね。ねえ、こんな感じで順位出るんだね。みんなのところにも出た、今の私のところに今すごいいきなりわっしょいって出たんですけど大丈夫星投げ2周目完了ありがとう。みんな頑張ってほしい。星ちゃん頑張って、みんな。さこちゃんありがとうございます。だるまありがとう、ありがとうございます。1位がヤヒカ、うわーすごい。3位がレーニアさん、すごいな。うおー、頑張ろう頑張ろうみんなハートありがとうございます。だるまありがとうございます。くまちゃん、あ、ベアーイありがとう。ベアーイありがとうね、ありがとう。くまぴーいるんだ、くまぴー、ベアーイありがとう、ありがとうございます。本当にありがとう。たこちゃんありがとうございます。わっしょいの効果音出るんだ。あ、わっしょい効果音出るの、そうなの私のこんにちは、こんにちは。あ、ちかなだ、
ちかなありがとう、ちかなありがとう、頑張ってって、ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい、頑張る、ありがとう、ありがとうね。服紹介せんの、それな、服紹介しようよね。ちかなが今コメントくれた、頑張ってって、ありがとうね、めっちゃ嬉しい、ありがとう、本当にありがとうすぎる。じゃあ服装をね紹介しますか。ちょっと初日は気合を入れてすごく可愛い感じの格好にしてみたんですけど、まずこれ花柄のトップスレース、こんな感じの、なんかねすごい薄い生地、こういうだから涼しい、全然今着れちゃうよっていう、今の時期着れちゃう感じです。お時間とかにありがとうございます。そう、これなんかね長袖なんだけど、私気づいた、これ半袖にもなるんだよ。ここになんかシュッシュッシュッってきつくなってるんで、これをこもってくと、こういい感じに、ほら見て、すごいおしゃれじゃない？これもこれでこうやって二重になるの。だからこうやって暑かったらこうやって着れるし、普通に長袖でも着れる。下はジーンズですそう、どっちでもいけるってことに気づいた私。そうなの、ハートありがとうございます。そう、すごいね可愛い、これ可愛いんですよ。そう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 、17時、あん、あ大丈夫だね、 OK、 ヤホヤホヤホって感じでして、あレインボースターありがとうございます、ハートありがとうございます、ありがとうありがとうありがとう。でアクセサリーは珍しくカチューシャをしてみました。ハートありがとう、たくさんありがとうございます、ありがとうありがとう。カチューシャあんまり普段しないんですけど、こんな感じのなんかラメが入ってるカチューシャをしています。初見さんありがとうございます、星ちゃんレインボースター投げてくださってありがとう、ハートありがとう。あーサインだ、ちょっとあー下がってしまった。え、怖くない？こうやって出るのランキング怖くない？なんかえ、ちょっとやられるんだけど精神的に。ハートありがとう。こわこわこわやん、タコちゃんありがとうございます、ありがとうございます。サインになっちゃった、やば。え、怖いね、こんなになるんだ。最初だから焦らない、そうだね。でネックレスです、ビーズのこんな感じ、なんか今ビーズのネックレス流行ってるじゃないですか、この白って感じです。服装は3位とは3000ポイント差だったから、あそっか、だから抜かされちゃったのか。それはキャッピもうすぐ解除で、そうだね、試会場17時16分から3周目の星集めに行けるので、皆さんお願いします。だるまありがとうございます、タコちゃんありがとうございます。ボードを見せてください、ボードこんな感じです。あ、こっちボードってこっちか、これはあのツイッターとかにも載せた同じスケジュールです。ハートありがとうございます、だるまありがとうございます。スクショタイム、スクショタイムしますか。星ちゃんありがとう、あレインボースターありがとうございます、ボードかわいい、ありがとう、頑張って作ってみた、かわいい感じにしてみました、うん、ハートありがとうございます、たくさんありがとう、みんな頑張ってくれていて嬉しいです、ありがとね。
ありがとう、みんな。緊張する、緊張緊張。でもちょっとやばいね。あ、もう少しで、あ、いけるかな。5時16分になったから、あ、いけます。3週目の星集めに。ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ありがとね。レインボースターありがとうございます。3週目ありがとう、お願いします。いやでもすごいね、ポイントがこうすごくリアルに出るんだなっていうのを感じた今、さっき。すごっ、こんな感じなんだね、イベントって。すごいよね、ね、なんかドカーンって出てきた。まずは3位以内キープ。そうですね、3位以内にはずっといたい。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうございます。本当にありがとう。ハートありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。みんな本当にありがとう、本当にありがとう。初日大事だからね。そうだよね、初日大事だよね、本当にマジで初日大事。頑張ろう。レインボースターありがとうございます。ヤッホーヤッホーヤッホー、ありがとうね。アカウントありがとう。アカウントもぜひ、3週目終わったらぜひカウントの方も忘れないようにお願いします。50カウントありがとうね、みんなめっちゃ嬉しい。みんな頑張ってくれてる、ありがとうございます。もう18分なのか。30分までだから、30分までだから、30分、何秒に終わりにすればいいんだっけ。29分、いや違うよな、30分、になった瞬間に切ればいいのか。ハートありがとうございます。ありがとう、みんなたくさん。5分前に壇上読み、そうだね、そうだね、5分前に壇上読みして30分になった瞬間に切るで大丈夫かな。こんにちは、こんにちは、体調には気をつけてね。ありがとうございます。力のある一期生さんと勝負できるとこまで持ち込みたい。そうですね、そうなんですよ、一期生さんが3人いるんですよ、 NGT から。いやー頑張りたい。29分のうちにやめた方が安心かも。あ、ほんと、じゃあ29分、30分になるちょい前ぐらいにやめとく。落ち着いてきた。でもまだちょっとドキドキしてる。壇上読み早めでいいかもね、5分前にして29分のうちに終わる。サイヤシカカタンありがとうございます。だるまありがとうございます。だるまちゃんありがとう。レインボースターありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。今遊びに来ました。お、ありがとう。よかったら星投げちゃんお願いします。こんにちは、こんにちは、こんにちは、ありがとう。だるまちゃんありがとうございます。10分前、もう10分前か、やばっ。
あっという間だな。次の枠からは星一周とカウントでお願いします。誰もありがとうございます。たくさん頑張ってください。ありがとう、頑張ります。3周完了しました。お、ありがとうございます。カウントもぜひお願いします。ハートありがとう、だるまありがとうございます。次は18時5分からです。18時5分、刻んでいる。ハートありがとう。いや怖い。あ、4位になっちゃった。すごいね、なんか本当に入れ替わりがすごいな。現在の順位4位、3位まであと 24,199 ポイントとのこと。ハートありがとうございます。ね、いつの間にか4位になってた。なんかね、見れるんだよね、左の方で。キャーキャー、ハートありがとうございます。うわー、すごいね、こういう感じなんだ。だるまありがとうございます。リンボスターありがとう、ありがとうございます。ね、リアルよね。イベントですか？そうなんです、今ビスさんのショールームイベントに参加していて、今一枠目で頑張ってます。そう、リアルタイムのねポイントが出されるっていう。時間中みんなのタグ付けしてくれてる、え、ありがとう。時間ありがとう、ハートありがとうございます。ちょっとめっちゃ緊張しててさ、意気込みできなかったから次の枠でします。申し訳ない。でも次の枠からは星一周になるから、多分みんなもちゃんと聞けるかもしれないという。カウントね、カウントもよかったらお願いします。3周終わった方から、ハートありがとう。キャー、誰もありがとう。やーばいうわー、緊張で30分終わった。あ、やばい、もう5位になってしまった。私、だるまありがとう。たこちゃんありがとうございます。初見です、 NGT にこんな美人な子がいるって知らなかったです。ありがとうございます、嬉しい。よかったら今ビスさんのイベントやってるので応援してくださいお願いしますくまちゃんもたこも NGT から、確かに確かに確かに、初日ファイト、あ、ありがとう。3週完了、お、あ、ありがとう。カウントもお願いします。だるまありがとうございます。さやしかかたんありがとう。レインボースターありがとう。だるまありがとうございます。星投げカウントできました。あ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ残り5分なので壇上を読んでいきたいと思います。初見さん、タコちゃんありがとうございます、嬉しい。最終カウント完了、お、ありがとう、みんなありがとうございます。じゃあ壇上読みをしていきたいと思います。13位から読んでいきます。13位、ポンタさんありがとうございます。12位、ハルさんありがとうございます。11位、リリレレさんありがとうございます。10位ゆうくんさんありがとうございます。9位ゆっきーさんありがとうございます。8位あきひろさんありがとうございます。7位ようすけさんありがとうございます。6位のぶさんありがとうございます。5位くるみぶどうさんありがとうございます。4位けおさんありがとうございます。3位かずさんありがとうございます。2位おださんありがとうございます。1位えんどさんありがとうございます。ありがとうございました。はい、
ということで、もう5時25分なんですよね。もう1個目の枠が終わってしまうという、いやー緊張で終わってしまった。とりあえず4位まであと3182ポイントだって。やったー、頑張ろう。ハートありがとうございます。ありがとうみんな、ハートありがとう、だるまありがとうございます。初めてフルカウントやってみて、お、嬉しい、ありがとう。早いですね、あっという間だ。次の枠は18時5分からです。18時5分から18時半までなので、またよろしくお願いします。次の枠からは星一周とカウント、50カウントになります。よろしくお願いします。楽しむ気持ちを忘れずに。そうだね、誰もありがとう、たくさんハートもありがとうございます。いやー怖いねー絶対ショールームフォローしました、これから見に行きます。あ、ありがとう、嬉しい、やった、頑張っていこう、頑張っていこうね、よろしくお願いします。すごい、あっという間の30分だった。誰もハートありがとうございますね。ドキドキする、本当にドキドキする、やばい、1週間頑張ろう。ちょっとごめん、なんか緊張で終わっちゃった最初の枠なんか自己紹介とか意気込みしようって考えてたんですけど、ちょっとダメだった緊張で何もできなかった、ごめん。サヤの笑顔を見ると頑張れる、いつもありがとう、こちらこそありがとう、本当にありがとうございます。誰もありがとう、あ、タコちゃんだった、タコちゃんありがとうございます、ありがとうみんな。はい、次の枠はちょっと落ち着くと思うので、次の枠で意気込みと自己紹介もしたいと思います緊張、サヤちゃんも可愛い、本当ですか。あ、もう28分だから29分45秒ぐらいに終わりますなんか全然さえ見えなかった、うん、そうだよね、3週だもんね。こんにちは、こんにちは、初見さんありがとう、よかったら応援してください。本当ありがとう。星集め、お忘れなく、お忘れなくお願いします。星集め、18時5分からですね、次18時5分からよろしくお願いします。星集めしてきます、ありがとう、ハートありがとうございます。書いてあるから分かりやすい、本当よかった。星集めは4週目の星集めは18時17分からです。なので私の配信が始まってからかな。そうそうそう、そろそろ終了かな。そうですね、ハートたくさんありがとうございます。じゃあ終わりにしたいと思います。また次の枠でよろしくお願いします。本当にありがとうね、初日頑張りましょう、またねです。こんばんは、頑張ろうね、追い上げていきたいです。ちょっとはい、追い上げで頑張りたいと思います。テロップは次の時間書こうかな。次はね19時10分からなんだよね、書いとこ、一応ね、こっち書いてあるけど、まあ一応おしゃべり会みたい、確かに、まあ、ちょっと違うけどやっほやっほやっほー。さっきの部は3週ね、みんなできたかな、ありがとうございました、頑張ってくれて。
さんしか勝たん。ありがとう、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ちょっとさっきはちょっと緊張して何も話せなかったので、このこっからちょっと話していこうと思います。こんばんは、初見さんありがとうございます。よいしょ。どうしようか、まず自己紹介しますか。自己紹介、自己紹介、うん、3週50人くらいだった。うすごい、みんなありがとうございます。初見だけどサーヤガチ推しです。おありがとうございます。おガチ推しになってくれるってこと、嬉しい、ありがとう。初見さんありがとうね、サーヤしかかった。タコちゃんありがとうね。50カウント完了ありがとう。50カウントよろしくお願いします。星集めがね17分からなんで、ね、そう。じゃあ自己紹介したいと思います。まずキャッチフレーズしますか。はいはい、海越え山越え、あなたの紙面は川越え。はい、ありがとうございます。皆さんの期待も超えられるように頑張ります。茨城県出身20歳のサイアンこと川越サイアです。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。リンボスターありがとう、ありがとうございます。はい、ということでですね、今のが私のキャッチフレーズで、出身は茨城県です。茨城県出身20歳です。今年21歳になるんですよ。10月14日で21歳になる20歳です。2000年生まれです。はい、自己紹介ね。そう、最近あんまりキャッチフレーズとかする機会もないから。あ、ありがとうございます、ありがとう。最初から勝たん、ありがとう。はい、で NGT48 に加入しました。2期生です。2期生です。よろしくお願いします。ハートありがとう。何しようかな、自己紹介。好きな色は白と黒とピンクです。あと何だろう、好きな食べ物はいっぱいあるんですけど、好きな食べ物は、でもなんかね、プロフィール欄に書きすぎてて、私変えたいんだよね、そろそろ。本当になんであんなに書いてんのって感じなんですけど、まあおでんは好きですね、おでんとか。まあでもお芋が好きです、お芋。やっぱり秋、これから秋になるじゃないですか、だから私の季節なんですよね、秋って。だって誕生日も私10月だし、そういうなんだろう、結構さ、スタバとかさ、なんかいろんなお菓子とかにコラボするのってお芋じゃないですか、10月からって。10月っていうか秋からって。そうだからね、秋が好きです。一番季節だったら秋が一番好き。ミスドのお芋美味しかったねえ、それすごい気になってるんですよ。そう、ミスドもなんかね、そうコラボしてるんだよね。そう、私お芋ね大好きなんですよ。そうなんです。ギターのことも話した。そうですね、ギター趣味かな、趣味って言っていいのかな、趣味はギターです。ギターを弾くことです。弾き語りとエレキギターどっちもやってます。はい、めっちゃお腹ある。ありがとうございます。サーヤギター、そうサーヤギターって言います。あとなんだろうな、自己紹介なんだろう、めっちゃ聞こえたよね。でね、お腹めっちゃ鳴った、お腹すいたはず。お腹の音聞こえちゃった。本当ありがとうございます。こんばんは。あとまあお洋服とかアクセサリーとかコスメとか大好きです。大好き大好き。うん、夜ご飯どうする、夜ご飯なんで、夜ご飯ね決めてないんだ。好きな服のブランド、あ、好きなお洋服のブランドなんだろうな。でもなんかこれっ
ってあんまり決めてなくて、でも最近だとエモだとか、いやお腹めっちゃある、エモだとか、なんだろう、マザラとか H&M も結構安いし可愛いから好きだし、そうお腹の音で泣いちゃうなっちゃうね、そう、うん、かな。ハートありがとう。もっと片身直しで今はさあやつゆなこをしてお、ありがとうございますかな。まあなんかお洋服ブランドってよりかはなんかいろいろ見た中でなんか可愛いなって思ったら別になんか知らないブランドとかでも買っちゃうかもしれない、うん、かな。ちゃんとありがとうございます。だるまありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとう。あとなんだろう、自己紹介って、レイモスターありがとう、やほやほー。なんか普段あんまりそのキャッチフレーズはやるんですけど自己紹介っていうのはあんまりしないからわかんないな、なんだろう、新潟に来て驚いたことは雪がすごかった。そう雪がすごくて、ちょうど去年の冬がすごかったんだよね。そう私出身がね茨城で関東なのでそんなに、まあ、雪降るんですけどめちゃめちゃ降るとかじゃなく、なんか積もったとしても少しなんだよね。そうだからなんか去年のね冬新潟すごくて雪がめちゃめちゃ積もってて本当にえってこのぐらいかもしれない、多分嘘かな、このぐらいは嘘かさすがにこれぐらいか。そうすごいね雪が降ってて積もっててびっくりしました、歩いた時に。でもねなんか新潟の雪ってすごい綺麗なのよ、なんかサクサクしててふわふわしてるから多分雪合戦とかがしやすいこれは持ったよね、これ持ったわ。でもなんかそんな感じ、なんか私的にびっくりした、これぐらいかもっていうぐらいびっくりしたっていう感じかな。あとありがとうございます。関東管理ありがとう、サラサラ本当、え、そうありがとう。髪伸びたよね、髪めっちゃなんか伸ばしててこんな感じです。ドラマありがとう、ハートありがとうって感じです。自己紹介はで、まあそうだね、意気込みメールでもね今日送ったんですけど、まずイベントが初めてで、まあなんでこのビスさんのイベントに参加しようと思ったかの経緯なんですけど、やっぱりこう昔からすごいファッション雑誌とか見るのがめちゃめちゃ好きで、もう私初めて雑誌ファッション雑誌買ったのがもう小学校ぐらいだったんですよね。で小学校の頃からめっちゃそういうファッション雑誌をね見るのが大好きで大好きで、もうお小遣い全部ファッション雑誌に使うみたいな子だったんですよ本当に。だから一冊のファッション雑誌を買うとかじゃないですか、なんか月に一冊とかじゃないですか普通って、わかんない普通がわかんないけど、まあ大体そんな感じだと思うんですけど、私本当に月に3冊とかめっちゃ買ってたんですよね。そうお小遣い全部ファッション雑誌に次ぐぐらいの勢いでそう買ってたの、それぐらい大好きで、お洋服とかちっちゃい頃から大好きで、そうおマジでなのかな、でも好きだったんだよね。そうなんか可愛い子を見るってのが昔から好きだったし、それもあるんだよね多分、モデルさんってすごい憧れ、女の子の憧れだし、スタイルもいいし、いろんなさそういう流行りのファッションとかコスメとかされててすごい可愛いから好きってのもあって、可愛い女の子見るのも好きだし、好きななんだろうな、いろんなファッション見るのも好きだったからよく買ってました。誰もありがとうございます。
で、まあなんだろうな、そういう雑誌とかを見てるうちに、最初はあ、ランキングが出た。最初はただ単に見てたんですけど、途中から自分も乗りたいなって思うようになって、タコちゃんハートありがとうございます。そうで、私小学校4年生の時のこういう思い出文春とかってあるじゃないですか。私これのなんか将来の夢にモデルさんって書いてある。モデルになって表紙を撮りたいって書いてあるんでね。そうだからこのぐらいから結構本格的に、あ、モデルさんになりたいってね思うようになったんですよ。そう、あ、星集めの時間ですね。そうで、ここでなんかね、10年後の自分へ、まあ20歳だから今の自分へっていうメッセージなんですけど、今何のお仕事をしていますか、どこで働いていますか、モデルさんになってくれていたらすごく嬉しいです、頑張れって書いてあるんだよね。そう、頑張れって書いてある。そうなので、そういう昔からの夢もあり、このイベントに参加してみようと思いました。うん、でビッシュさんの雑誌って他の雑誌とは違って、結構いろんな、なんだろうな、世界観があるじゃないですか。なんかそういうビッシュさんだけの世界観もありつつ、可愛い、ものすごい可愛いファッションを思いっきり、なんだろうな、思いっきり可愛いファッション、もう女の子みたいな、ザ女の子みたいな服装ができたりとか、個性的な服装ができるんじゃないかなって思って、このイベントに参加しました。そう、リンボスターありがとうございます。はい、まあ初めてのイベントで結構分かんないこととかも多くて、皆さんに助けてもらう部分が増えると思うんですけど、私の気持ち的にはこんな感じっていうのを伝えられたらなと思います。ミスさん読んだりします。うん、いろんな雑誌結構読んでるんですけど、読みますね。ヤホヤホン。そう、メイクもね、なんかいろんなカラーメイクとか結構いろいろやってるから、そういうのにも挑戦したいなって思うし、こう普段のアイドルメイクとは違ったメイクもして、なんかあ、サーヤって分かんなかったみたいな一瞬そう、なんか新しい姿を見せられたらいいなって思います。ありがとう。うん、頑張りたいですね。足投げ完了ありがとう。個人的にビスに乗ってほしいと思ったのがさやちゃんだったので応援します。嬉しい、ありがとうございます。そう言っていただけて私も嬉しいです。やほやほん。なので頑張りたいです。振り袖の時もそれに近いものを持った。あ、振り袖、そうだね、振り袖の時、あの48 Times さんのイベント、あれもイベントだったんですけど、その時に初めてそうモデルさんのお仕事できてめっちゃ嬉しかったね。でも次はあのファッション雑誌のモデルさんやってみたいなって思ってるので、このイベントでその1位を取って最終審査の枠に入りたいなって思ってます。のでよかったら1週間あの一緒に頑張ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。さやに出てほしい、本当嬉しい、ありがとうございます。頑張りたいな。そうね、頑張るぞ。ありがとうございます。よかった、ちゃんと話した。今日はこの後たくさんまだ配信あるので、ぜひぜひ見に来てください。一週完了ありがとう。
この枠は30分までです。ここで書いてある。ハートありがとうございます。頑張ろう頑張ろうね。みんなもね、すごい星集めとかいろいろ大変なっちゃうと思うんだけど、頑張ってくれると嬉しいなっていう気持ちです。さやしかかたんありがとう。さやちゃんビスに乗ってほしい、応援します、ありがとうございます。私も配信頑張ります。だるまちゃんありがとうございます。ありがとうみんな。でもすごい接戦、接戦っていうか、なんかすごい7人いるんですよ、 NGT から参加するメンバーが。そうだからすごい難しい部分もあると思うんですけど、頑張りたい頑張りたいな。うーん、3位以内にできれば入りたいな。入っていたいかな常に。ありがとう。ハートありがとう。タコちゃんありがとうございます。あっという間に23分か、早っ。30分までなので25分、あ違う、29分50秒ぐらいに終わりにします刻んでるんだけど。そうそうそう、25分に壇上を読む。カウントも完了しました、ありがとうございます。よろしくお願いします。次はね19時10分だからあと40分ぐらい空くんだよね。いや電波時計買ってよかったよね本当に。私よかったすぎるんだけど秒数までわかるからさ、よかったすぎる本当に。星にし、ありがとうありがとうございます、嬉しい。ね、時計なかったらやばいよね。よかった、やっと買ったんだ。うん、何年か前に買ったそう、何年か前に買ったんだよね。それがね電波時計だった、たまたま役立ったよね。よかった本当、あの時の自分ナイス、本当ナイス。じゃあ壇上読もうかな、そろそろ。よいしょっと、レモンスターありがとう。では壇上を読んでいきたいと思います。よいしょ。13位ラブワーさんありがとうございます。12位ドラゴンさんありがとうございます。11位松尾さんありがとうございます。10位ルルさんありがとうございます。9位ふわふわさんありがとうございます。8位みっちゃんさんありがとうございます。7位パミさんありがとうございます。6位リリレレさんありがとうございます。5位ゲロウさんありがとうございます。4位陽介さんありがとうございます。3位さえママさんありがとうございます。2位リリーさんありがとうございます。1位なんて読むんだこれ、キュウリウエさんありがとうございました、ありがとうございます。次は19時10分からです。いや追い上げていきたいですね。ちょっと今ね6位なんですよ。6位で5位まであと 22,250 ポイントあるので、ちょっと追い上げていきたいです。よろしくお願いします。また次のまあまだちょっとあと3分ぐらいあるんであれなんですけど、頑張れ。あ、サラだ、ありがとう。サラが頑張れってコメントくれたサラありがとう、ありがとうね。
かわちぃ、かわちぃありがとう、本当ありがとうございます。さらちはね、前回参加してたんだよね。今回はね、あれだけど、ありがとう、やほやほん。おさやちゃんカウントメンバーにお願いしちゃう。え、カウントしたの？え、ありがとうすぎるんだけど。さらありがとう、ありがとうね、優しいじゃん、ありがとう。おさら優秀すぎ。かまちありがとう、気軽に見に来てくれ。見に来てくれ、ありがとう。ありがとう、可愛いんだけど、本当に嬉しいね。あっという間だったんだけど、25分ってめっちゃあっという間だね、すごい早っ。はい、この枠もみんなありがとうございました。星一周と50カウントみんなちゃんとできたかな、ありがとうございます。次は19時10分から19時35分までだね、よろしくお願いします。また25分であっという間だと思うけど、あの次アットジャムさんのマスク見せるね。ちょっと見せる時間なかった、用意はしてあるんだけど、うん、緊張はね、最初の枠はやばかったけど、ちょっと落ち着いた、頑張ろう頑張ろう頑張ろう、追い上げ追い上げ頑張ろうね、頑張ろう。次の星は19時15分、そうですね、メモったんだよね。次の19時18分から5週目の星集めです、よろしくお願いします。はい、頑張ろう頑張ろう。頑張ろう頑張ろう、うん、また配信中だね、星集め、そうだね、配信中です。ハートありがとうございます。あと40秒ぐらいで終わる、ありがとうね、この部も。次は19時10分にサイヤルームでよろしくお願いします、待ってます。ありがとう、たくさんハートありがとうございます、よろしくね、この後もありがとう。みんなもうちょっとで切りたいと思います。うん、また来てね、待ってるよ、バイバイ、またね。